リラ系の船澤です。本日はダイエット効果のある正しい立ち方、姿勢についてご紹介いたします。正しい姿勢をキープするのにどのような意識を持つといいかっていうと、実際に本当に結んでもいいんですけれども、こういう細い紐を用意していただいて、のウエスト部分ですね、一番細いところに2人で結ぶようにします。あるいはそのようなイメージを持ってください。で、こういうふうに結んだ状態で、これが切れてしまわないように生活するということですね。そのように感じながらやっていると、自然とお腹が引き締まって姿勢が良くなります。お腹を意識すると自然と顎も引けますし、お尻の方も引き締まりますね。横から見てもやっぱお腹を緩ませてしまうと紐が切れてしまう、紐が緩んでしまうということになりますので、そういう感覚やイメージを持つだけでもですね、お腹を引き締めて生活することができます。で、そういう意識を持っていれば食べ過ぎてしまうこともありませんし、自然とダイエットになっていきます。もう一つ、立つときに立ち姿勢を美しくするコツとして、足を肩幅に開いて、一度つま先重心にして肩を後ろに引きます。そしてこのままかかとと肩を下ろしていきます。肩の力を抜いて重心を足の真ん中に持ってきた状態、頭の位置も、お腹の位置も全体がこの本通ってるようなイメージで真ん中に持ってくるということですね。横からやります。つま先中心にして肩を後ろに引いて下ろしていって真ん中に持ってきます。顎を引いて肩の力を抜いて体のパーツ、体の中心線に重心がまっすぐに来るように、ですね、スイープします。また他の方法としては、つま先を開いてかかとをつけて、で膝もつける、もももつける、できるだけ足の内側を全部ぐーっと締めて、みんなくっつけるようにして、尻もぐっと引き締めますね。で、お腹も当然引っ込みますし、顎も引きますね。そして肩を後ろに引いて引きながら力を抜いて、頭の力は抜く、顎は引く。いい姿勢っていうと、ぐっと力、肩に力が入ってしまったり、ぐっと反り腰になってしまう方がいるんですけれども、それは負担がかかりますし、肩が凝ったり腰が痛くなったりしてしまいます。真ん中に全部寄せるようにして、そしてこう噴水のようにですね、足の方からぐーっと力が集まって、頭からパーッと抜ける感じ、肩の力は抜ける、中心はしっかり伸びている、まっすぐに芯が入っている感覚ですね。骨盤と肋骨の間を広げるようにして立ちます。骨盤を下に下げて安定させて、
肋骨が胸郭が開くように胸を上げるような意識ですね。胸は上げますが肩は下げます。イメージとして中心にしっかりと力を集めて外側の力は抜ける、噴水のイメージです。こう向きますね。真ん中に集めて背中を引いて反り腰にならないように、肩も真ん中、肩の力は抜く。こういうふうに肩が前に入りやすいんですけれども、胸を開いて肩を後ろに持ってきた状態で力を抜いてください。まっすぐ前を見て顎を引いて、重心がうまく真ん中に降りているかどうかをチェックする、左右差がないかどうかチェックするには片足立ちをされるといいですね。片足立ちでこのように手を振る、歩いているようにしてみて、フラフラしなければしっかりと重心が真ん中に来ています。足を変えてこのように前をまっすぐ見て手足を大きく振ります。こういったことを、信号の待ち時間だとか、やるようにすると、手振りなくてもですね、ちょっと片足立ちだけでもいいです。でこの時に目もつぶるようにするとさらに重心がブレがあるかないかがはっきり分かりますね。やっぱりふらついてしまいますので、重心が安定してくると目をつぶってもしっかりと